今日はこれにしてみます。セブンイレブンの味噌ラーメンですね。これなんかチンするだけでいけるらしいので、この器のままですかね。ちょっとこれでいってみようかなと思います。できました。セブンイレブンの冷凍のラーメンですね。野菜は別のせで、アレンジで作って乗っけてるんですが、そうですね、こんな感じです。これをいってみます。あと戻ってきました。札幌黒ラベルいきます。今日は普通にビールで、やっぱり別格にうまい。じゃあこのセブンイレブンの味噌ラーメンですね、ちょっとこれをいってみます。もうチンだけでいってみたんですね。スープいきます。うまい。麺良さげじゃないですか。これいいですよ。札幌の麺ですね。今まで食べた冷凍の麺の中で多分一番いいです。これ野菜は別でね、シャキシャキ野菜を野菜炒め作ってるんで、めっちゃ合う。うまい。この麺が最高ですよ。これはいいな。セブンイレブン安いんですよ。これ200円ぐらいだと思いました。うまっ。これはいや、アレンジできますよ。味噌バターにしたい、ピリ辛にしたい。これもともと入ってるチャーシューです。うまっ。全体にこれはね、クオリティ高いですね。最後に行きます。セブンイレブンの冷凍の味噌ラーメンは当たりだと思います。今日はかなり天気いいっすね。ここ最近の方で一番天気いいかもしれない。外すごい暑かったっすよ。汗がやたら出ましたけどね。湿気がやばかったっすね。まあ家の中いるんで、クーラーが効いてていいんですけど。今日はうちの妻が病院行って検診を受けてるんですよ。まあ大腸検診みたいなやつを受けに行ってて、今僕は一人なんですが。骨折した時あったじゃないですか。実はあの周辺で受ける予定だったんですよ。もう予約してあって、それに向けてなんかいろいろこう下剤飲んだりとか食べ物を気をつけたりとかしなきゃいけない前段階があって、やってた時に僕が骨折したんで行けなくなったんですよね。僕の方が大変だったんで、で時期ずらしてやっと今は今日行けたみたいな。あとはあれですよね、今日から24時間テレビとか8月後半になってきて、いろんなことがあるのかななんて思ったりしてるんですけど。でまた今日は千と千尋の千秋楽ですよね。でその千秋楽は生配信ライブをやるんですかね、風流とかで。ライブ配信日時20日にも1回やって、これはカンナちゃんですかね。で今日の26日土曜日は17時からモネちゃんのがやるんですね。まあ、僕はちょっと見ないんですけどね。見る人多いのかなと思うんですけど。ツイッターでもいろいろと。パクロミさん。千と千尋の神隠し、みその座公演、明日。まあ、今日です。千秋楽、みんなと心を揃えて、17時から、ユバーバ、ゼニバー頑張ります。森田、マキさんっていうんですよ。大好きなモネちゃんとやっと写真が撮れました。なんと何度私たち同い年なんです。モネちゃん買いすぎません？舞台上でいじめてごめんね。みその座公演もあと1日、明日2回公演です。お待ちしております。森山さん、カイジさん、千と千尋の神隠しみその座公演、本日12時開演会で顔なし千秋楽を迎えます。17時開演の大千秋楽は配信ありお楽しみ。大重さん、昨日昼公演ご来場くださいましてお客様皆様ありがとうございました。たくさんの方の声援が本当に励みになります。本日最終日2公演、ついに本日名古屋、千秋楽です。名古屋最終日どうか温かい声援をお願いいたします。大山さんという方も、こんにちは。本日はついに千秋楽となりました。ラスト2回の公演も楽しんでいこうと思います。今日は
大仙集落の日に食べようと思っていた焼き鯖寿司が昼食です。劇場内2階ロビーを販売で、興味のある方は食べてみてください。阿部萌さん、本日千秋楽です。名古屋入りした頃は満開だった。これなんて読むんだ、難しいな、みんな字が。あ、サルスベリって読むのね。百日紅って書いて、へえ、初めて知りました。サルスベリも気がつけば散り始めていて、夏の終わりをしみじみと感じた朝でした。本日もよろしくお願いします。まあ、あとは皆さん、これは見るっていう人たちですね。ということで、今日はそうですね、らしいです、千秋楽です。あ、千秋楽らしいので、見に行く人もいれば、見に行く人って貴重ですよね。なかなかチケット取れないですよね。まあ、配信を見る人もいるっていうことですね。